まずいことになっちゃったんですよね。そうなんですよ。ちょっとね、さあ、私、彼氏とのデートがあるのって言ってですね、はい。まあ、残念ながらですね、前回までついてきてくださってたようなバスガイドツアーのですね、まあ、アシュリーちゃんがちょっとね、今ね、あれ、あ、ちょっと、たるわ、あ、全然あれですね、はい、魚ちゃん普通に泳いでましたね。ということは、前回チャプターの時点ではですね、まあ、ブラックバスはですね、ここの、川を泳いでくれていないという状態だったということですので、はい。今からですね、ちょっと魚を釣っていこうとなって、ということで、全部ゲットですね。はい、ここでは、まず4匹出てきているという状態でございます。ちなみに、ここは何かあったのかな？ああ、メロンソーダですね。メロンソーダが浮いているという状態ですね。はい。ここにですね、特に宝物があるわけではありませんと。で、アシュリーちゃんはですね、こちらでですね、今、ちょっと彼氏さんとキャッキャイキャフ、ウフフ、イチャイチャ、ピッピーをやっている状態ですんで、ちょっとバタンかいと。ちょっとまたんかい、仕事全うしてからそういうことはしちんかいと、で、おすすめならわしとせんかいということで、今からいろいろとやっていこうというふうに思います。ドーン、はい。で、こちらですね、拾うとですね、はい、傷ついたエメラルドということで、傷のついた原因は明らかにこっちのせいですと、お邪魔します。また会いましょう。ということで、まずはいらないアイテムをですね、パコパコっと売っていこうというところから始めようと思います。はい、で、ちょっと、いやいや、ありがとうございます。はい、で、あ、もう41万超えましたね。41万超えたところで、ありがとうございます。で、ありがとうございます。まあ、ここら辺のね、ブラックバスとかに関しては、When the night have got グラタンドリア食べたい脂質の塊ソーダーキック。はい。で、今回ですね、ちょっと、最初皆さんですね、なかなかのホラーパートになってますんで、気をつけてください。こちらですね、まあ、ワインがね、ブワーっと飲みました。で、ワインを飲みすぎると一体どうなるかというとですね、こうなるんですね。皆さん、ぐってぐでに酔っ払っちゃうというところでございますね。はい。で、これに対してですね、レオンさんがね、全く持ってノーコメントというところが面白いですね。はい。で、一人一人をこうやって覗いていきましょう。ああ、行っちゃってますね。はい。お酒を飲みすぎるとこうやって黒くなっていくんですね。なんかよくわかんないですけどね、僕の勝手な偏見なのかもしれないですけど、お酒をたくさん飲む方に関してはですね、はい。なんかどうやら色が黒い傾向にあるな、なんていうふうに思ったりもするんですけどね。言ってるよ。みんな、乗り込むよ。ここから、彼を。あ、教師様がやられた。皆の者を取り抱え、かかれかかれ、起き上がってくるんじゃないよ。やばい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 、ズシュー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 、はい、向かってくる者は誰でも天を掴むように、あ、倒れて、あ、来た。はい、ということですね、ここはですね、皆さん大好きワインですね、ワインコーナーでございますね。はい、ワインコーナーがこうやってバーってあるんですけど、あ、まだ何もあれですね、浮かんでこないということで、はい。で、ここでですね、毎年ね、ロマネコンティだったりとか、ね、なんとかブルゴーニュとか、そういうのをね、皆さんでこう作ったものをね、こちらにね、仕込んでいるんですけれども、まあ、その出来具合をですね、さっき赤い提灯を持ったですね、人がね、バコホー、バコホー、アルコールは美味しいどーって言いながらですね、こっちに向かってきていたんですけれども、まあ、その出来具合をですね、やっぱり彼が最終的に味見をして、チェックするというのが、まあ、普通、一般的だというふうに言われていますというところでございます。で、その出来が悪いとですね、皆さんですね、頭吹っ飛ばされてしまうというちょっと恐ろしい目に遭うというところになりますので、そこら辺だけね、皆さんないようにね、気をつけていただけたらと。あれ、なんかどっかからプシュ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 飛ばしてきたやつがいたかと思うんですけど、どっからプシュプシュプシュ、なんかどっかからなんかプシュンプシュンプシュプシュって誰かがスカシッペをしているんですけどね、スカシッペをしている人がいるみたいなんですが、スカシッペいましたね、スカシッペがいましたんで、はい、いい加減にしましたということで、はい、こちらですね、貯蔵庫ということですね、はい。この貯蔵庫にですね、お酒がいっぱいバコーンと眠っていますんでね、はい。皆さんもですね、ちょっと、さすがにコカ・コーラゼロばっかりね、ゼロコーラばっかり飲んで、ちょっと飽きましたわ、というかですね、ちょっと目の前に行くのはなかなかのグロテスクで難しいところはあるかもしれないですけれども、ぜひですね、はい。こちらの貯蔵庫の方まで来ていただけたらな、というふうに思います。ということで、爆風だけでは、なかなかやつをですね、寝転がすということはできませんので、彼女はきっと、女だった。ということで、はい、女からですね、物を拾っていきましょう。ちょっとちらっと見るとですね、なんか、またなんかあれですね、ピロ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 って痙攣しているところでございますね。あ、お目目がんびらいているということで、はると、おそらくまぶたがないということですね、まぶたをこうやって閉じておきましょう。で、おっぱいもみもみっとして、はい、さっき進んでいきましょうということでございます。で、ここで注意をしておかないとですね、この宝に目が来るのでね、宝行っちゃうよーと思ってね、こうやってふっと振り返ったら敵に襲われているなんてこともね、誰か一度は経験したことがあるんではなかろうかというところでございます。はい。で、こちらの方に進んでいくとですね、先ほどですね、先ほどと言いますか、前回パートか前々回パートか前々回パートか前々前世だったか忘れましたけど、はい、はい。これをカチャカチャってなるとですね、ガラドールさんが、ん？そろそろ起きる時間かってガオーって言って襲ってくるっていうことがありますんでね、はい。この動物園で唯一一匹だけ飼っているですね、はい。動物ちゃんがですね、ちょっと飛び越えさせて、はい。
襲ってくるなんていうことがね、出てきてしまいますから、はい、皆さん、ご注意いただけたらなというふうに思います。で、こちらのところにはですね、宝物が特にあるわけ、特段あるわけではありませんので、はい。じゃあですね、こちらですね、ワインであるね、皆さんと飲むためにね、私はね、もうちょっと飲みたいなという気持ちを、ね、全身全力で抑えながらですね、はい、次に進んでいきたいというふうに思います。いやー、もうちょっと飲みたくてうずうずしますね、はい。で、お酒っていうのはですね、一滴でも飲んでしまうと体に毒だっていうふうにな、まあ、酒は百薬の長だなんて言われてですね、ちょっと前の実験とかですね、研究によるとですね、お酒をちょっと飲む程度とかだったら全然問題はないよなんていうふうに言われてたんですね。要はたしなむ程度だったら全く飲まないよりも お酒がですね飲んでいる方が、まあ、ちょっと寿命が伸びたりとか健康にいいなんていうことを言われたりもしたんですけど、残念ながら実はその結果嘘だったということが最近判明したらしくてですね、はい、残念ながら判明したということですんで、はい、ですのでお酒やっぱり一滴でも飲むとまずいと。ところがですね、健康増進という意味では唯一それがですね、なんだっけ、対象外になるお酒があるというふうに言われてるんですが、一体それ何かというとワインなんですね。ワインに入っているポリフェノールのおかげでですね、ちょっとした健康にはいいということでございます。はい。ちなみにですね、アルコールを飲むとですね、何が良くないかっていうとですね、肝機能を壊すっていうところもあるんですけれども、摂取した水分量以上にですね、おしっこがチャーって流れちゃって、そのまま動かないで。レオン。ガイドが増えた。彼女がお城から参戦する観光ツアーガイドのエイダちゃんでございます。6年前なのに。随分なご挨拶だな、エイダ。驚かないのね。驚かないのね。まあ、果たしてエイダという名前がね、本人かどうかのわからないことですね。で、ちなみにですね、彼女はですね、後ろにですね、レオンちゃん、なんだ、ムーンウォークしてるじゃないということに、ね、気づきながらもですね、はい。まあでも、あなたの足砂漠を見てみたいから仕方ないわよ、ポーということでね。はい、ちなみに、このレオンの格好で流れる曲といって、やっぱりあれですね、スムースクリミナルでございますね。はい。今回は誰にやるの？あら、レオン。知ってるでしょ？答えない。答えないって。ところが誰かっていうのは一体知ってるんですけれども、残念ながらですね、レオンに関してはですね、ウェスカーさんという存在を知らないんでございますね。はい、ウェスカーさんと因縁があるのは、残念ながらクリスということですんで、レオンとね、ウェスカーがね、交わるということはね、作中の中で一度も訪れなかったということで、まあ、一度訪れてるのが、一応本人同士が交わったということはないんですけれども、バイオ2のところですね、なんか新米警官、レベッカ・チェンバースっていうんだ、なんか美人だなと思ってね、でもこんな写真を持ってる、スターズの対象ってちょっとなんか、ロリコンでやばくないかっていうね、まあ、当時ですね、38歳と18歳のね、レベッカとウェスカーでございますから、まあ、年の差20歳ということですね。はい。レベッカに関しては自分の人生よりも年の離れているというね、おじさんにですね、体調として従わなきゃいけないという、ね、なかなかのやつね、はい。ちょっと。あれいなくなってる、ツアーガイド一緒にしようよって言ったのにいなくなってるよ、なんでそんなこと寂しがってないでさあ、はあ、ということでドゥイーン、こんなところで会うとはな、こんなところでとはどんなところでしょうね。はい、ちゃんと私の方がですね、一生懸命許可を取ってですね、お城の観光ツアーをしましょうというふうにですね、やってきたにもかかわらずね、こんなところと言われてしまったことに関してですね、私はですね、非常にね、心苦しいところではあるんでございますね。はい、ということで、石板をですね、3つ取ったということですね、こちら開けたいんですけれど、まだね、古い鍵が1個も見つかってないというところでございます。はい。で、ちなみにですね、こちらご覧いただけたらですね、ここにね、宝箱があるんで、それだけ お取り忘れないようにご注意くださいということでございます。で、こちらに関してですね、カチンカチンになっているところがあるんですけれど、まあ、カリナに関してはね、残念ながら、ちゃんとしたレプリカのあれになっておりますんで、レプリカのあれってどれだって話なんですけれども、はい、ここはですね、どんどん行ってみましょうと。はい、で、ドミトレスク夫人とですね、それからイベリコ豚と、それからカプサイシンたっぷりということでね、これイベリコ豚こっちですね。これなんだ、ロースハムカツでございますね。はい、ちなみに私はですね、最近母親からですね、飛騨牛を大量に買ったよ、なんだこれは、なんだこれ、かつてはきっと紙だったということで、紙なんですけれどもね、どんどんすり抜けていくということですね。はい、これでは魔法の絨毯でございますね、マゼカペライアホーニューワールド、誰がアホやーということでね、こっちに進んでいきましょう。ということで、ここでですね、石板をハメハメしていくとですね、4つの穴をですね、どれが一番感じるのかということなんですけれども、まずはですね、これをね、いろいろ映しながらですね、どれだったかなということをやっていくということが、まあ一つ、大事なことになってきますということでございます。で、これをカチンとやってですね、ちなみに私ですね、これ別に得意というわけではありませんので、いろいろとね、苦労しながら、くるくるくっとやっていく必要があるということでございます。で、ちなみにこれをくるっと回したら、カチャン。開きましたね。普通に開きましたね。なんかもうちょっと苦労するのかななんて思ったりしたもんなんですけど、私マークさえ合わせれば OK なのかなと思ったりしてなんです。付け合わせなきゃいけないというなかなかシビアなところがあったんですけども、ちょっと待って。スキャマンダー君、それ良くないですね。はい。ピーター・ペテギルの慣れの果てでございますね。はい。で、こちら拾っていくとですね、経典があるんで、それは必要な方読んでくださいと。で、これ、ニュール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 ってしてるんですよね。ニュール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 ってしてるやつがね、我々はこれドーンってやるとね、入ってどうなるかっていうと、彼に関しては一体も何もなかなな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 らないで、周りはくるくるっと回っていくと、いろいろとですね、アイテムはもうそのままなんかしこっているということでございます。
で、なんか奥の方でキュル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 って言ったんですけれども、一体何が起こってるかというとですね、あちらの方でですね、なんか虫ちゃんがですね、これ移動しようとしていますんで、そんなことをさせないよということでね、こうやってどん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 って言って、で、彼はですね、破壊したつもりなんですか、破壊したつもりなんですか、破壊されてないようですね。はい。で、小さな鍵を手に入れることができたんで、一旦戻りましょう。元に戻っていきましょうということでございます。で、一体なぜ元に、ちょっと待ってくださいね。しまった、ここ。このエクスパッショントレジャーを取り忘れています。そこまで一旦戻りたいというふうに思います。はい、戻ってですね、やはりですね、宝物は全部、取っていくというですね、なんて、と言ってもですね、こちらの観光ツアーに関してはですね、時給850円というですね、もう未だかつてそんなね、時給で働いてたことなんてないよっていうくらい安いかもしれないですね。まあ今のね、飲食店なんかっていうのは時給1000円以上っていうのが当たり前の時代になってますから、私がカプリ調査でかつて働いてた時なんかっていうのは時給800、いくらだったかな、880円くらいからのスタートだったら、いや、クソ安いなとか思いながらね、働いたりなんかもしたり してましたけども、はい、そんな時代に比べたらね、でも今時はもう、時給1000円以上で働かせてくれるなんていうのね、非常にいい時代になったんじゃないかなというふうに思います。まあその分ですね、はい、残念ながら物価高が上がったりとかね、しれっと4月にはですね、社会保険料が上がってたりとかしてですね、まあ本当にね、国民に死ねと言わんばかりの政府がね、こうもうはびこっていらっしゃるんですけれどもね、はい。で、今私ですね、女帝とかね、女帝花町とかで本を読んでいるんですけれどもね、まあそこにですね、やっぱりね、保守派とですね、改革派なんていうのも出てきたりするんですけれども、まあ改革派になったからとか言ってね、国が良くなるかっていうとね、微妙なところであるんですけれども、残念ながら、まあ、保守派でからいいよということでもないですね。だったら今の現状のままが続いちゃうんでね、はい。で、私が思うにですね、別にね、国がですね、全然取ってて、くらっていいんですよ、取っててくださっていいんですよ、税金をですね。じゃあそれをね、ちょっとね、何に使ったかとかね、どういう風に使ってるかっていうことですね、もううるせえ、黙れという風にね、してくださってればね、それでいいのかなという風に思われるんですけどね、未だにそれがね、全然ね、もう公にされないでね、何に使われたかわからないというのは、公の文章等々もらえるの、残念ながら一切記憶にございませんなんてことに言われたりかもするんでね、それはよろしくないよね、なんてことを日々思う次第でございます。で、全然観光ツアーじゃなくて、ただの私の愚痴になってしまったんで、観光ツアーやってまいりたいと思います。で、こちらですね、キツネフォックスとかですね、フクロウオールとかですね、それから狼コヨーテとかですね、シカちゃんとかね、ここら辺に関してはですね、後ほどまた出てくるアルマージローとかですね、で、このキツネに関してはすごい私なんか見覚えがあるな、なんていうふうに思ったりするんですけどね。で、アライグマに関してはですね、ラクーンくんですね、はい、ラクーンシティのラクーンっていうのはアライグマっていう意味ですけどね、アライグマ町なんていうね、そういう動物の、ね、名前をつけたりするっていうのもですね、やはりですね、ちょっとアメリカっぽいなということを感じたりもします。で、これがですね、グリフィンドールでございますね。グリフィンドールがいつか虫になっちゃうとってことでございます。で、これ檻が一体何使われてたのかっていうのがちょっとわからないなというところでございますが、一旦こちらですね、こちら進んでいきたいというふうに思います。で、こちらパコンってですね、新しいものが品がお見見えなんですけど、私このショットガンがたくさん欲しいんだけど、図書館は全然くれない、図書館じゃねえ、ショットガン全然くれないということでございますんで、とりあえずムカつくからあちらに向かってドゥンドゥンドゥンってやっていこうかなということで。ジャガーシーただただ笑うだけの変な おじさんがね、うるーということですね。あ、おじさんなんてひどいですね。私まだこう見えても二十歳なんでございますわよ、なんて言ったりするんですけれども、はい。二十歳に見えるんだったらそんなにひびは割れてません。どんだけお肌の手入れが悪いんですかっていうところなんですけれども、なんかね、あれいつもより数が少ないな、なんて思ったりもするんですけど、なんかヒューヒューヒューの飛んできてますね。ヒューヒューヒューの飛ばしてるやつがどこにいるんだ？ヒューヒュー、あっちにヒューヒューがいますね。玉木。はい。なんかなんとか坂を俺、車で行くとね、なんか玉ヒューンするみたいな、そんなことかな、言われたりするんですけど、たた、はい、これでまたヒューンと言ってますね、はい。残念ながらアシステッドに関してはですね、そんなにね、標準のね、あれが良くないということなのでね、タマヒューンするところはあんまりね、タマヒューンあんまりしないということでございます。あちらの方にどんどんね、打っていくとなんか起こるのかななんて思ったりもするんですけど、こっちの方にもどうしておきましょうかね。はい。で、溶けていくということで、はい。で、ですね、まあ、こちらでですね、進んでいくといろいろかつてね、何かが起こるんだなっていう、なんかすごい大変なことが起こったりもするんですけれども、まあ、一旦ですね、このあたりね、終了とさせていただきたいなというふうに思います。やっぱりね、観光ツアーはじわじわ進ませていくということが面白かったりもするんでね、はい。ということで、これね、こちらになんか登ってこうとしてる、不届き者もいたりとかするんでね、で、ここになんか、カラスがすごい、面白い格好でね、倒れて寝たりもしておりますが、はい、そんなことはきっと夢なんでしょうということでございます。で、ちなみにここまで進んだところでですね、宝物の問い合わせ等々は一旦ないかなというふうに思われますので、そしたらこちらでですね、一旦終了とさせていただきたいなというふうに思います。はい。非常に楽しい回でございますね。ということで皆さんですね、はい。今回もお楽しみいただきどうもありがとうございました。いらないものをですね、売ったところで、私、このパート終了とさせていただきたいというふうに思います。本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、次回パートでも観光ツアーお楽しみいただけたら幸いでございます。ということで、ちょっと待ってくださいね。ということで、と言いながら全然売れてないんですよね。ピキンということでございます。はい。ということで、本日もパート最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、観光ツアーまた次回パートをお楽しみください。チャンネル登録ボタン、グッドボタンも忘れなくて。ではまた、バイバイ。